岡田圭介のダラダララジオ、はい、今日も始まりました。岡田圭介のダラダララジオ、今日は何回目だっけ、15かな多分。前回は、ミュージシャンの赤尾敦也さんに、お越しいただきました。お、一人来た、ありがとうございます。いつもね、3人くらいは楽しみにしている人がいると思われるこのラジオ、まあ続けてきてよかったなと思っているんですが、まあ前半はちょっと追悼遠藤道郎さんということで、ちょっと追悼週間で曲をまあ毎回ちょっとやっていきたいなと思ってまして、遠藤道郎さんというミュージシャンがいまして、5月1日に亡くなってしまいました。私は生前、信仰というほどではないんですが、面識が一応ありまして、まあ、あっちは覚えてないと思うんですけどね、あんまり。というのが、私が今28歳なんですけど、14歳ぐらいの時、そういうと14年前ぐらいですね、に遠藤道郎さんと、長野市の、ライブハウスで、遠藤道郎さんのオープニングアクトを私が務めさせていただいたという機会をいただいたことがあり、その時遠藤道郎さんとお会いして、楽屋でちょっと話したりもしたんですけども、その時、覚えてることは、私がね、遠藤道郎さんからいただいた言葉というのがありまして、遠藤道郎さんという人は、スターリンというバンドを、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、スターリンというバンドをやっていて、でも結構遅くにバンド組んだんですよね。30歳ぐらいからバンドを始めたっていう、結構なんすか、音楽やる人からしたら遅めっていうか、みんなね結構若い頃からバンドやるイメージですけど、というね、30歳から、スターリンというバンドを始めて、でステージパフォーマンスが過激なことで話題になったりしたんですよね。例を言うと豚の臓物を客席に向かって投げたりとかしてたらしいんですよ。80年代の話ですね。で、僕が道郎さんと一緒にやらせていただいたのが、まあ14年ぐらい前だから2005年とかそのあたりだと思うんですけど、まあ当然もう80年代ではないので。遠藤道郎さんはスターリンはもう解散して、一人で弾き語りで全国を回っていた時だったんですが、その時に私が長野で、道郎さんがやる時にオープニングアクトをやらせてもらうという、まあ、ちょっとすいません、僕話下手で繰り返しちゃうこと多いんですけど、まあ気にせず、それで道郎さん、でそういうことを僕調べてはいたし聞いてはいたので、どんな人なんだろう、すげえ豚のボツを持って俺に向かって投げてきたらやだなみたいな変なイメージを持っていたのですが、非常に実際は真摯な方で、めちゃめちゃ物静かで、でステージでわーっとやるんですけど、まあその楽屋でなんか二人きりのなんか状態があったんですが、まあとても静かな方で、まじ、なんすか、親切というか、穏やかというか、で僕がその時になんか昔豚の臓物とか投げてたみたいなんですけど、普段はすごくおとなしいんですねみたいなことを言ったら、ステージは別って言われたという覚えがあるんですが、ステージは別っていうのはね、名言じゃないですかと思います。遠藤道郎さんが言うと、とても説得力がある、道郎さんが言うからいいっていう言葉ですよね。ステージは別、これは僕遠藤道郎さんにもらってよかったなと思う、生きてるうちにお会いできてよかったなと思う言葉です。というわけで、道郎さんの曲をやろうと思うんですけど、ちょっと歌詞をね、歌詞カード的なものをね、家に忘れてしまったんで、ちょっと覚えてるところだけ、やりますね。まあ、前回のラジオでも、そうだ、じゃあメロディーだけやったりしようかな。ちょっと次回以降また歌詞を持ってきて歌ったりしようかと思うんですけど、ガジュマルという曲がありまして、でも覚えてる限りと、ね、まあメロディーはこんな感じ、赤い月が、なんだっけ、やっぱ忘れちゃった、風が騒ぐ
丸の木の下で今宵待ちぼけ、今通り過ぎた野良猫がニャ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 、こんな曲なんですけど、まあちょっと、ね、中途半端に覚えてるくらいなら歌わない方が良かったですね。まあちょっと沖縄っぽい旋律で、あと僕の好きなのはこれ、遠藤道郎さんのが、あ、写真にあるよ、ある今日いろんな資料を持ってきたんですけど、左上にある CD が、僕が遠藤道郎さんから授かった CD でございまして、今となっては遺品となって形見となってしまったんですけど、僕中学生だった時にその対バンさせていただいて、でなんかあの CD 欲しいけど金ねえなみたいな空気を出してたらなんかくれたっていう、まあ物乞いみたいな感じでしたけども、その CD がこの曖昧みあまみという CD で、2005年の CD なんですけど、この CD を僕はその授かったのでいっぱい聴いてとても好きな CD なんですが、今の特に好きなのが今のガジュマルという曲と、あとは慣れの果てという曲と、あとは、曖昧みあまみタイトル曲ですね。この3曲が僕はとても好きで、慣れの果てというのは、お前天使の慣れの果て、羽はあってもカビのよう、とても飛べる白もんじゃない、ましてハートは焼き鳥だという歌い出しから始まるんですけど、この曲の中で後半になると、愛は苦痛の慣れの果てというフレーズが出てくるんですけど、愛は苦痛の慣れの果てってものすごいいいフレーズだと思うんですよね。愛は苦痛の慣れの果て、いや詩人ですね遠藤道郎さん、なんかすごく深いと思う。愛は苦痛の慣れの果て、まあどう深いのかをちょっと言葉に今まだできないんでちょっとね練習します。説明することで、曖昧みあまみのという曲は、私の閉じた夢の中ではやり場のない行き場のない果てるとも終わりのない内緒話という歌い出しで始まって、で後半で心配するのはやめようよ、私はあなたになれないから、探しても見つかるかわからないけど、欲しいのはあなただけだから、というねフレーズがあるんですけど、ここも僕は名言というか超 名フレーズだと思ってて、心配するのはやめようよ、私はあなたになれないから、探しても見つかるかわからないけど、欲しいのはあなただけだから。いやここもねめっちゃ感動したんですよ。どう感動したのかはうまく言葉にできないんですが、というわけでこのアルバムの中の、愛は苦痛の慣れの果てっていう部分と、心配するのはやめようよ、私はあなたになれないから、探しても見つかるかわからないけど、欲しいのはあなただけだから、という2つのね、フレーズがね僕大好きです。という感じで、まあはいはい、まとまってないですけどね、まとめると言えば、ちょっとね今日僕朝
起きて、枕元にあった本を読んだんですが、それが、堀江門さんの、僕ちょっと堀江門が大好きなんですけど、最近こういうラジオをやってて、まあ、あの僕配達のバイトやってるんですけど、もうそろそろ4年ぐらいや5年目に突入したんですけど、そろそろ配達以外で社会に役に立ってお金をもらえるようにしたいと思って、配達で社会の役に立つことはもう一生分やったかなっていう感じな気がするん でなんとか自分ができる配達以外のことで役に立って、ね、あの最終的にお金がついてくるみたいになんねえかなと思って、このラジオも そういう場の一環として始めてやってみたんですが、まあ、毎回30分話してるんですけど、まあ、あの僕に興味がなくて、しかも忙しい人は30分も絶対僕の話聞かないじゃないですか。で、あのだから、まあ、あのこのラジオは僕のことに興味があって、まあ、なんか作業しながら聞くとかそういう環境が あったり、まあ、死ぬほど暇だったりする人のためにやってるような感じなんですけども、そういう人だけ聞いてくれればいいなと思ってるんですけど、まあ世の中の人は忙しいんで、なんてことを思っていたところ、堀江門さんの本を読んで、堀江門さんの本っていうのが、それもその堀江門さんが全部書いた本じゃなくて書評の本なんですよ。なんで書評の本を手に取ったかっていうと、今こういうラジオを何回かやってるうちに本を紹介するみたいなことをやってみたら、ちょっとまあ自分の中でこれだと自分ができて人の役にも立てるかなと思ったみたいなのあったんで、人がどういう書評ってのをしてるのか見たくなって、図書館の書評コーナーに行ったら、堀江門さんがその著者の一人になって、あとは6人ぐらいのもっといたかな、あの何人かの人が、孫さんもいたし佐渡島さんとかもいたんですけど、そのつまり、CEO っていうんだっけ、ああいう社長的なCEO 的な人たちの本棚はどうなってるのかみたいな、その有名なソフトバンクの社長とか堀江門とか、があのいくつかの本について何か言うみたいな、そういう本だったんですが、まあ、それを読んでたところ、まあ堀江門さんが、まあ、感想は短くまとめてすぐツイッターにアウトプットするのがいいって言ってたわけですよ。で僕はまあ一つの本について30分長々と喋ったりした回がこのラジオではあったんですが、まあ、このラジオは別に好きな人だけ聞くのでいいと思うんですけど、あの、まあ、忙しい、これは暇な人向け、暇で僕のことが好きな人向けで、あとでもツイッターとかそういう別の場では忙しい人向けのものがあってもいいかなと思って、あのもうちょっと内容を短くまとめてツイッターに140字以内であのアウトプットしてみるってことを今日から始めようと思ってまして、まあこのラジオはどうせほとんど誰も聞いてないんで、ちょっとプレで練習というか、あのちょっと考えてきたのがいくつかあって、後にツイッターでアップしようと思ってるんですけど、まず1個が、まあ、いい悪いは置いといて、こういうのを考えましたっていうことなんですけど、僕が僕であることっていう本があって、これも好きな本なんですけど、キャッチコピーが笑い涙旅恋謎解きで、内容がワクワクする要素が詰まっていて、かつ歴史の勉強にもなるエンターテイメントって僕のメモが書いてあります。ね、この書評がいいのか悪いのかは別として、ちょっと後でツイッターにこれ上げてみようと思います。でもう一個が、レオレオーニ希望の絵本を作る人という本があるんですけど、これはキャッチコピーが、僕が考えたのが、可愛い絵いかつい人生で、内容がどことなく気の抜けた画風だが、反面本人の人生は時代の波に翻弄され波乱万丈というふうに書いてみました。まあこれもツイッターに後で上げてみようと思います。まあね、そんな感じで今日この2つを考えたというね、これはまあ忙しい人がツイッターでたまたま僕のこのツイートを見た時も、その、ね、短い文章なんで、へえそうなんだって思ってくれるんじゃないかなとは思って、こんな風にやりました。はいはい、まあ、今日は取り留めもなくこうやって喋っていきます。ね、いつもねエリコさんという方がね、聞いてくれているようなんですが、そのエリコさんという方がツイキャスで、ツイキャスをその方も始めまして、で
僕のことをちょっと喋ってくれたんですよ。で、ゆり子さんという方はいつも見てくれてるんですが、なんかコメントが反映されないということでそれはね、なぜかなんか技術的な問題なのか分かんないですけど僕もリアルタイムでコメント見たいんで、それはなんか解決してほしいなと、思うんですが、にゃんたまさんという方とえりこさんという方と川中さんという方が多分楽しみにしていてくれているというこのラジオですが、まあえりこさんについては、抱っこひもマニアということで抱っこひもをねいろいろね紹介されてるんで、抱っこひもに興味がある方はぜひ読んでみてる、ブログをやってられてるんで読んでみてもいいと思います。そしてまあえりこさん本人がブログでまあおっしゃってるんで別に言ってもいいかと思うんですけど、結構そのなんか生い立ちにパンチがある方だなと思ったんですけど、なんか生後3ヶ月の時に母親に捨てられたということがブログに書いてありまして、おおと思って、僕も父親が自殺したというパンチのあるエピソードがあるんですが、まあまた捨てられるというのもちょっと違うベクトルでのパンチがあるということ でそれを見て思い出したのが古今亭新章という落語家がいるんですけど、名人長寿っていう話があるんですよ、名人に長いににって書いて名人長寿という落語がありまして、まあ、ただ連想しただけですだからなんだというわけじゃないんですけど、まあもしね機会があったらえりこさんはそれを聞いてみると面白いかもしれないし、全然何も感じないかもしれないしわからないんですが、そういう落語を連想しました。名人長寿っていうのはすごい長い落語で、1時間半から2時間ぐらいあるんですよね。でそれは僕は CD で聞いたんですが、だからもう6回ぐらいに分かれてるんですよね、5回か6回に30分ぐらい話して、では次はまた、続きは次の日にみたいな感じで講座を降りるんですよ新章が。で、で次の日、それで続きをすごい楽しみにしててお客さんは、で次の日また次の日なのかな、日をまたぐのか分かんない、何日か置くのか分かんないですけど、でこの前の続きですつって話してみたいな、まあ今の時代からするとね非常に悠長というか、昔の人はそういう風に娯楽を楽しんでた、まあ昔って言ってもそんなに昔じゃない昭和の時代ですけど、まあそういう落語がありまして、なんと YouTube にね全部アップされてるんで、よかったらねこれもラジオ聞いてて興味のある方は聞いてみてほしいんですけど、古今亭新章さんっていうのは僕が一番好きな落語家で、まあ、芸術家全般の中でも一番かなり好きな、もうトップ10に入る落語家なんですが、まあなんかエピソードが多くて、関東大震災の時になんだっけなもう死ぬと思ったからその辺にあった酒をもう全部ガブ飲みして気絶して起きたら生きてたみたいな話とか、講座で寝てしまったとか、でも寝てしまった新章なんかあんま見られないから客は喜んだとかね、芸人ってそこまで行ったら最強ですよね。で結構まあ遅咲きな人で、僕は芸人とか芸術家は遅咲きの人が好きなんですけど、まあ、それは僕が今28歳になって全く売れてないから遅咲きという自分が遅咲きであることに希望を抱いているだけなのかもしれないんですが、新章っていう方もね結構50代ぐらいから結構注目され始めて、それまではねそんなに地味な存在だったというような感じで、結構50代から売れるっていう感じもまあねいいなと思いますよね、長いけど、でまあどんどん僕は話が飛んでいって
このラジオはなんか備忘録みたいなところもあるんですが、でも今ちょっとメモをね見ながら話してます。今回はね本当に取り留めないですよ。前回はね赤尾さんという方が出てくれて結構話が弾んだなと思ってて楽しかったですね。んでこう、なんだっけあれか、遅咲きの話か。もう遅咲きの話はいいや。自分がいろいろこうやって本の紹介とか人に役に立てることと思って毎日考えてるんですが、その参考にと思って書評ラジオとか聞いてみたんですよ。本当のプロの人のやつ。それが長江明さんという書評家の方がいて、その方が NHK のラジオ深夜便で喋っていたものを聞きました。そしたらね、その YouTube で聞いたんですけど、それの回はなんか猫の本がブームになっていますねみたいな話題で、で私は永江さん自身ですけど、私は国会図書館に行って猫の本がどれだけ出版されているのか調べましたって言って、そのデータを具体的なことを言ってくれるんですよ。で、2000何年は最近は、国内で刊行された猫の本は300何点、そして犬の本は100何点、しかしこれは、30年ぐらい前のデータだと、犬の方が実は多かったので、猫の本が30年余りで逆転して多くなったのはなぜでかみたいな考察が始まったりして、なかなかね興味深かったですよ。まあまあその人の仮説では、まあ、最近の時代こう、ね、写真、人の写真撮ると肖像権とかうるさいし、犬の写真とか結構つくさりにつながれてて飼い主の許可が必要だったりするが、気ままな猫、野良猫は別に写真撮ってもなんか人あんまり怒られないから猫の本が多いんじゃねえかとか仮説を立ててましたけど、ああそっか、書評家の仕事ってこういうことなんだみたいな、へーって結構参考になったり、あと僕今グラフィックデザインにすごく興味があって、なぜかというと僕は昔から漫画が好きで、音楽はロックが好きだったんですよ。だから基本漫画とロックって感じだったんですが、最近はそれがグラフィックとジャズになってきて、でもそうやって考えてみると、漫画とグラフィックってすごい関係してると思うし、でロックジャズもそのロックからか結構遡ったところにあると思うんですよね。ロックが昔は不良の音楽だったんですよね。で今はまあ不良の音楽って感じじゃないじゃないですか、ロックってみんな聞くし。でもジャズも昔は不良の音楽だったんですよ、ちょっと前のロックの立ち位置で。今はヒップホップって不良の音楽って言えると思うんですよね。みんななんかすげえ入れ墨してるし、ジャラジャラしたチェーンつけてるし、で内容も本当に不良っぽいこと言ってるんですよ、ヒップホップって実際で。だから、まあ、今の不良の音楽ってヒップホップかなと自分では思ってるんですが、まあ、100年ぐらい前はそれがジャズだったんですよっていう感じで、漫画っていうのは今ね、すごく主流な文化ですけど、漫画とグラフィックが、まあ、専門家の人はちゃんとね理論立てて言えると思うんですけど、僕はまだ、素人なんでどうつながってるかうまく言えないんですが、とにかく僕は超新太っていう絵本作家が好きで、超新太っていう絵本作家は昔漫画家だったんですよ。で、やっぱ超新太というと僕はそれでいろんな、何が言いたいかというと、何が言いたいかっていうか、僕の話は本当下手なんですけど、グラフィックデザイナーのインタビューとか書評ラジオとか、僕仕事柄結構その移動しながら、耳から情報を得る時間が多いので、グラフィックなんかはそれはもちろん目で 見るのが一番早いんですけど、そのグラフィックデザイナーのインタビューだとか、そういうものを昨日は結構その自分のための資料としていっぱい聞いてみたんですよ。でその時に、自分がどういう思いで作品を作ってるかみたいなインタビューはいっぱいあって、でも超新太の人生について
語るとか、レオレオーニの人生について語るとか、そういうラジオって全然なくて、レオレオーニラジオって調べたら俺のラジオが出てきたんですよ。昔ちょっとだけレオレオーニについて喋った時があって、なのでホリエモンが自分の欲しいものを作るっていうねことを言ってたので、僕はちょっとこのラジオで、まあ、30分間超新太という人について、人となりについて語ってみるとか、そういうことを今後はちょっとやっていこうと思います。あったら自分が聞きたいなというものなんで、それがで今のところないようなんで。でグラフィックの話に戻ると、僕は超新太っていう人が好きですが、絵本作家っていう肩書きなんですけど、もともとは漫画家で、で漫画といってもストーリー漫画じゃないんですよ。一コマ漫画っていうジャンルがあって、で一コマ漫画っていうジャンルは戦後あっちからこう輸入されてきたニューヨーカーとかニューヨークタイムズとか、そういう雑誌に一コマ漫画の漫画家がいて、その漫画家に超新太は影響を受けたってなんか雑誌やらなんかで言ってるんですけど、それがアンドレ・フランソワっていう人と、ソウル・スタインバーグっていう人と、ジェームズ・サーバーっていう人、超新太のことを調べてるとこの3人の名前がよく出てくるんですよ。で僕は超新太っていう人の絵柄ってものすごくオリジナリティがあると思ってて、こんなオリジナリティのあるどっから来たのかわけわからん絵柄って誰から影響を受けたんだろうって思ったら、超新太が自分でソウル・スタインバーグと、アンドレ・フランスワとジェームズ・サーバーだよって言ってたの で僕としてはその3人をすごく調べてみたくなって、実際に調べてたんですよね。ずっと別に誰に言うわけでもなく。でそしたらアンドレ・フランスワっていう人はポスターのデザインを してる、後に結局ポスターのデザインをした人、ニューヨーカーとかそのアメリカの雑誌に一コマ漫画を描いていたけれども、まあ最終的にはポスター作家みたいになった人で、ソウル・スタインバーグっていうのはもともと建築家の人で、あ違う、建築の勉強をして、でなんかイラストの世界に入ったんですが、ソウル・スタインバーグがアンドレ・フランソワ、ソウル・スタインバーグ、ジェームズ・サバーの中では一番、まあネットで見てみると資料が多かったので、まあ、一番その3人の中では多分重要視されてる人なのかな、美術史の上では。でジェームズ・サーバーという人は最終的には作家になった方で、漫画家だったんですけど、映画で「ライフ」っていうのが数年前に、もう10年ぐらい前なのかな、そんな前じゃないか、あベン・スティラー主演であったんですけど、その「ライフ」っていう映画の原作がジェームズ・サーバーで、それは多分漫画じゃなくて小説とかだと思うんですよね、まあ、ちょっとまだよく調べてないですけど、まあ漫画家からスタートしたんだけど、ジェームズ・サーバーって人は結局は文章とか 文章の人になったのかなっていうのが今のところ自分でなりに調べたところなんですけど、まあつまりやべ、あと2分ぐらいだまあまあこのラジオは頭の中でまとまってないことを取り留めなく喋って、後からそれをまとめてみるみたいな作業のね、その作業のうちの一環みたいな、そんなことに付き合わされてたまったもんじゃないと思いますが、今とりあえず知ってることをバーッと喋ってみました。つまり超新太に影響、絵本作家だったけどもともと漫画家だった超新太に影響を与えたアンドレ・フランソワという人は最終的にはポスター作家っていう、ポスター作家っていうとグラフィックデザイナーじゃないですか。でつまり絵画とかって重いものだとすると、漫画とかデザインってちょっと軽いものだと思うんですよ。で僕は絵画とかよりも美術品、アートが目的のアートよりももうちょっとそのライトな一般大衆がにとっつきやすいデザインとかグラフィックとか漫画とかの方がすごく興味があって、でちょっとそろそろ肉体労働がもうきつくなったんで、やめて今転職活動、あいやまだやめてないんだけど、転職活動中なんですけど、絶賛4件ぐらい応募してみたんですけど、一応それが全部ちょっと美術系というかグラフィックに関連することを今仕事応募してみております。はい、あと10秒ですね。もう喋ることないんでピルンピロンって弾いて終わります。お付き合いいただきありがとうございます。